おはようございます。今日の朝ごはんはカニカマ増量のマカロニサラダ、これからいただきたいと思います。これ結構以前食べたら美味しかったんで、結構朝からいい感じ。今朝の朝食はチキン、骨付きチキンだね。なんかごまかかってる。昨日の夜食べたくなっちゃった。メールで相談して、めっちゃください。ごまついてんのこれ。何日も来てなかったわ。あ、そう、ごま、黒いの焦げてんのかごまなのか。ここ、焦げと酸っぱめに厳しい趣味。うん、そうね。そんな人ですよ、よろしく皆さん。というわけで朝ごはんいただきます。お昼になりました。今日のランチはなんか、昨日弟が焼きそば作りすぎたということで持ってきてくれた焼きそばいただきたいと思います。なんかおすすめの麺を使ったらしい。はい、今日はなんだかめちゃくちゃ寒い。まあ、昨日も寒かったけど、今日はこの上の方にね、雪雲みたいな雲が来てて、しっかり寒いね。で今、気温見ると7度かな。ほんと寒いわ。つま先とかね、もうビリビリしびれるね。かじかんできて車に乗ってね、こう暖房効いた感じのとこでね、直接時にあの車だと足元にあったかいね風が来るので、それへんでちょっと痺れる、ビリビリする感じ、あれが来るね。あれ、なんかこの辺だいぶ家が壊されて新しくなって、また壊されて、フラットなね土地になってるんで、だいぶ、まあ、我が家も変わってるんで一言言えませんが、だいぶ変わってきたねこの辺も。まあそんな一日ですが、午後もほんと寒い。鼻水までは出てないんであれですけど、まあね、風邪ひかないようにしないとね。で、今週末本当はね、忘れてたんだけど、あの京都のね、あの何度か2回ぐらい行ったかな、悟空の気持ち、前回行った時に予約しててね、すっかり忘れてて、この緊急事態宣言の中癒されに行くのかどうかちょっと迷ってましたが、まあ、今回はね見送ることにして、でキャンセルじゃなくてね延期することができたので、なんとか延期の方向で、行けましたね。まあでも予約の延期が来月ぐらいに取り直しできるかなと思ったんですけど、まあ来月って言ったってね、あの緊急事態宣言が収束するとはとても思えないので、まあもしくは収束しててもね、このコロナの一連の騒ぎが収まるとはとてもじゃないけど思えませんので、まあ、どちらにしても3月はね予約取り直しの時にもうカレンダー見たら全部埋まってたので、もうとりあえず4月がね、予約受け付けてもらえることができましたので、4月で一度、まあ、1ヶ月以上ね余裕持ってますよね。うん、1ヶ月半ぐらいかな、先延ばしにしてとりあえず予約を取ってみました。一度取れるとねこのシステムできるんで、まあいいっちゃいいんですけど、まあ、わざわざ京都までマッサージに行くっていうのもねどうなのかとは思いますけど、何か用事あればねいいんですけど、そのついでにねマッサージメインじゃなくて、まあ、オフ会もできませんしね。オフ会ができて、そのなんていうの、そのついでにマッサージっていう風であればね一番理想なんですけど、オフ会もね本当に、まあ、その代わりね今月っていうか今週土日どっちかでねオンラインオフ会があるはずなので、そこを楽しみに今1日頑張ってるんですが、オンラインオフ会もねなんとか新居で
新しい家でできるように今、毎日引っ越しちょろ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 頑張ってるんですけど、引っ越しするのもね近すぎて引っ越し屋さん頼んでないんで、一番のネックは冷蔵庫かな。冷蔵庫まだ使えるんでね、買い替えちゃえばね、あの電気屋さんが持ってきてくれるのでいいんですけど、どうなんだろうね。冷蔵庫ってどれぐらい持つんかな。ね。まああとはね、ベッドとかはこうバラして自分で、今日もね昼休憩中に1個母ちゃん用のベッドをねバラして搬入したんですけど、僕のベッドはねまだ使ってるので、まだバラすと結構ね、あの寝るの大変なので、今実家で居候してるんでね、そっちの方でまだどのタイミングでバラして持っていこうかも考え中なんですが、あれ結構難しいよね。みんな新品買っちゃえば楽なんだけど、処分めんどくさいしね。なんでちょろ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 毎日やってると、あのアップルウォッチのね、あのフィットネスのリングも締まっていく感じですね。特にフィットネスしなくてもリングが締まる、そんな感じで引っ越しをやってます。ああ、右の方の山見ると雪降ってんのかな。めっちゃ稜線見えなくなってる。左の方はね雲なくて、あのちょっと夕焼けのね色が見えてますが、まあそんなわけで残りもちょっともうちょっと時間ありますが、お仕事頑張っていきたいと思います。仕事終わってピザーラさんにやってきました。今日はね親戚の、いとこなんですけど、ちょっと調子悪くて我が家の方にね来てるんで、ここでピザ買って帰りたいと思います。はい、こんな感じでめっちゃ買ってきた。大きいのが1枚2枚、小さいのが1枚、あとはパスタとなんかサイドメニューとサラダ、なんかこれがうま辛のシリーズ、こっちがプルコギ、こっちがなんか子供用のいろいろ入ってるやつ。はい、それではいただきます。座ってないやつは食べれないよ。本日の夕食の締めはモスのシェイクコーヒーです。And I start to clap cause I'm feeling good. My room is empty.